川野田チャンネル。あ、どうも、あ、どうも、テーキューデバイエーめっちゃほらー、たらったっしってことで、買ってまいりました。ハードフォー、あ、もう飛び出てるね。飛び出ちゃったね、これね。はい、ということで、これから開けていきましょうか。ね。はい、この大きいのはまた、順番にということでね、お願いします。まずこちらですね、ドン、来ました。300円でございます。ね。ホビー詰め合わせ、300円のやつです。ね。何が入っていることやら。まあ、透明だから、もう大体ね、見えて分かってはいるんですけれども、一個ずつ出していきたい。そう思っています。ね。はい。ドナルドの、キーホルダー？なんか UFO キャッチャーかな、これ。ね。はい、あ、でも東京ディズニーリゾートって書いてあるね。お土産かな？ね。あ、こうか。ごめんなさいね。こっちか。はい。そしてこれ、ね、これ見えてましたね。おじさん。おじさん。これ名探偵コナンですね。おじさんキーホルダー。マスコットか。ね。そしてこれも見えてました。丸見えですね。これ、一番くじかなんかかな。ね。カードキャプター桜の、ごめんなさい。色が白すぎてあれだね。わからないですね。一番くじこれですね。シールですかね。爪のシール。爪シール。なんて言うんですかね、これね。はい、ちょっとわかんないけど。はい、これ何これ。ワンピースのクロコダイルとかだよね。クロコダイルのあの、シリコンラバーみたいな。ね、ラバーブレスって言うんですかね。これね。これ、何これ違うのこれ。メモ帳紙も入ってるね、これね。何こんなにいっぱい入ってるのこれ。これおかしいな。こんなに紙入ってるいっぱい。集めてたのかないっぱいあったのかなそれに、まあ、このシリコンブレスね。クロコダイル。それと、なんかしないけど、ソフトバンクのワンちゃんです。ね。クリーナーマスコット。このこれ、ツイステ。ツイステのですね。はい。ストラップかな？これなんこれ。髪の毛が、わかりづらいですね。髪の毛がついて、これ。なんかこれ、あれじゃない？なんか、ジャンプショップかなんかで買ったのかな？ヒロアカの、ね、キーホルダーですね。はい。もう300円だろ、もう元取れてるんじゃない？東京リベンジャーズのカード。これなんか、あれかな、車とかに、やるやつかな？ポートガスリー、ん？だよね。うん、レースですね、ワンピース。はい、行きましょう、ドン。追戦のバッジ。ね、はい、あ、これ同じやつ。ダブっちゃった。はい。これも追戦のキーホルダーですかね。アクリルキーホルダー。これなんでしょうね。あ、これも名探偵コナンかな、ね、の、これも、何ですかね、これね。キーホルダーだよね。はい。ちょっと待ってくださいね。出しづらい。おー。ゼハハハハ。ゼハハ。黒ひげですね。はい。ワンピース。ね。はい。これなんだよ。スパイファミリーバッチ。夜さんだ。ね。ちょっとこれ、ここか。これ何ですかこれ。雲男、仮面ライダーかな。ねえ、キーホルダーってこれ切れてるね。昔、だいぶ前の、なんか、UFO キャッチャー、トルトルキャッチャーとか呼ばれてた時代じゃないこれ。ねえ、99年かな。2000年前って感じかな。これ懐かしいですね。昔の UFO キャッチャーです、本当にね。これ消しゴム？ね。これドラゴンボール？あ、ドラゴンボールの消しゴムですね、これね。消しゴムが入ってます。ドラゴンボール型の、ね、星がついてるんです。さあ、これ行きましょうか。これなんだ、これ。ポケモンですか？ポケモン。ね、はい。クマちゃん。これなんだろう。あ、これもさっきのやつか。ワンピースの、これブレスレットですね、これね。ラバーブレス。はい、来た。お！何これ、時計。あ、時計なんですけど、これ、あー、ちょっとピントが合わないですね。時計なんですが、これね、ここにね、あれがついてるんですよ。なんつうの、電池のやつ、これ。ね。これ動くかな？動かない！電池切れてる、せっかくね、これね、これね、こうね、なってるんですよ。これ
外したんですけど、結果、動きません。ミニちゃんの腕時計。そしてこれが、またツイステのやつね。はい。これが、東京リベンジ、マイキー、カード。ね、そうですね。出しようか。これ。あ、さっきのだ、ワンピースのやつ。ね。キャラクターが違うね。名前書いてあるからね。はい。ラバーです。これなんだろうね。なんすかね、これ。30が書いてある。ん？なんか入ってたんだな。多分、この、説明書だけ入ってるってどういうこと？ね。家系図だけになっちゃった。悲しいね。なんか入ってたのかな。はい、あ、もう一個時計が入ってる。スティッチだ。スティッチの時計。なんかこの辺ももう UFO キャッチャーっぽいですよね。ね。はい。なんだこれ。ちょっとパンダのシール。これプッチョ系だよね。これなんだろうね。うん、なんですか、虫？オケラとか、ああいう虫の消しゴム。ね。本当に文字を書いて消すやつ。これなんだこれ。あ、これ東京グールかな。ね。はい、東京グール。アクリルスタンド。アクリルのボトルキャップみたいなやつかな。これ何ですか？わからない。あ、これアイドルマスターかな。書き方がそんな感じがする。はい。なんだこれ。10カウントメモ帳。ちょっとごめんなさい。光の加減でちょっと映りがね、ちょっと白っぽいな。はい。で、そしてこれなんだこれ。これも、あ、ワンパチでしたっけ？ポケモンのワンちゃんのラバーストラップ。これなんだこれ。あ、これはピカチュウ？モルペコってやつでしたっけ？なんだっけ？なんかね、ピカチュウの仲間みたいな、友達みたいなね。友達？わかんないけど。はい、これも仮面ライダーかな？ね、このバツがドーンみたいなね、いう感じでしょ？多分。ね、わかんない。このベルトつけてっから。うん、ね、仮面ライダーの怪人だと思う。ね、はい。これね、はい。これなんだ？あ、これもツイステのやつですね。はい。ちょこか。おー。銀玉。ね、フィギュアでございます。ただね、こう穴ぼこ開いてるんですよね。だ本当は台座があって、こう立つという。ちびキュンキャラってやつかな。一番くじとか出てくる。ちっちゃいフィギュアだと思います。はい。そして、最後がこちらです。ドン。これも銀玉のフィギュアなんですけども、これもね、ほら。足の裏に穴が開いてる。はい。そしてここ。穴が開いて、お尻に穴が開いてる。言い方ですけどね。それ空いてるだろうみたいなね。ケツの穴がちょっとよくわかんないですけど。はい、とりあえずこれね、フィギュア。まあ飾れなくはないよね。立つもんこれね、立っちゃうもん、ってことね。はい、ということで、こちら全部で300円、安っ。ということで以上です。なんか良かったなっていう、これはいいぞっていう、なんかありますかね。なんかあるかな。これはまあ好きなキャラクターによるよね。ポケモンのやつとかこの辺とかでは全然使ってないし綺麗だからね、好きだったら。仮面ライダー怪人とかはね、なかなか実は良かったりするかもしれない。懐かしの人な、みたいなね、感じで。ということで、以上です。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカードチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。うまくない。俺は100円ライター、あいつじゃないと。ライターライター、オーマイライター、ライターライター、100円ライター。